5月ライオンズはここまで4勝4敗。さあ鈴木が歩いてきました。もうなんとも言えないですね。これはもう大変な選手ですよね。さてここでね、後半戦入ってきますんで、さあこの回をどういうふうに乗り越えていきますかね。あのピッチャー自身のそのペース配分といいますか、この回あたりが大体抑えればいけるなみたいな、ね、まあ、でも4点差ですかね。三遊間抜けました。鈴木今日2本目のヒット。もうちょっと違いますよね。ブリューバです。今2万4000人という今日のお客さんの発表がありました。今日ブリューバヒット1本打っています。センターオーバーの二塁打を最初の打席に打っているブリューバ。ブリューバとしてはね、日本ハムの足をね非常に警戒してますよね。そこら辺で少し近藤監督の表情ですけども、西武ライオンズ球場、日本ハムが先発の柴田から今マウンド上に河野になりました。日本ハムは日本証券と7回の日本ハムの攻撃、4番のデイエットからです。しかし竹山さん、はい、そろそろ7回ですから日本ハムもこの松沼攻略しなきゃいけないんですが、どうでしょう。大きく幅が伸びていって、お兄ちゃん84ミキですよね、はい、まあ、非常に、まあ、お兄ちゃんとすればいいペースですね。どのピッチャーと比べてこの松沼にみたいな投手からこうなんとなくこうボールが出てくるタイミングがこれこう難しそうな気がするんですかね、はい、ショートゴロ。まあ、お兄さんの場合はですね、まあ、左足がまあつきますよね。それで、まあ、ついた時に、ね、腕がね非常に遅れてるんですよ、うん、遅れてからビュッときますからね、はい、非常にまあ球も速く感じるし、打ちにまあタイミング、これはまあ、うん、間違っちゃいないと思いますよ、あ、そうですか。でも継投のタイミングって言ってもね、もう一応柴田でこの一方的なゲームでしょ。だからまあここまで本当に継投の難しさっていうのはないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、これ以上点をやっちゃいけないなという感じで小刻みに行こうということでしょうね、はい。まあ、ホームランは、スライダーちょっと配球ミスだったかなという感じなんですが、それよりも先にベンチ裏に出てきましてですね、今日見に来てるって笑ってましたよ。さてバッターボックス、ピッチした島田誠が入っています。分かるようになってきたという、教えてもらっていいですよね。でもね、あのデイエットのホームラン戦当たりがありますよね。あれでね、またピッチャーの、ね、気持ちが、ね、引き締まっていいんじゃないですか、そうですよね。本当にこう自分の思ったところへボールを行かせたいというですね。あとバッター、まあ、今忘れですけどね、フォアボール、はい、まあ、早くワンアウト、ツーアウト取ってからですね、まあ、5点ありますからね、こういう4-6-3という形でね、これはもう注文通りでね、笑いどまなんですよ。マウンドで笑ってんじゃないかもうね、内心そうですよね。思い通りのピッチングを続けています。松沼博久投手、ツーアウトでランナーがなくなりました。バッターは小川です。なんかこれもう点を取ってくるっていうのは厳しくなりましたんですかね。そして1、2塁間を抜けました、ライト前ヒット。日本ハムのマウンド上、ピッチャーが変わりました。金沢です。5試合に登板して負けが1つ。
それからこの回から日本ハム、守備にかなり変更があります。キャッチャーに若菜が入りました。それからセンターに島田誠が入りました。ライトは早川、サーブの小川、太陽から電撃ストレートで日本ハムにやってまいりました若菜。この金沢若菜、このバッテリーに代わって清原を迎えます。どう投げていく。それまであの登板のチャンスがなくてですね、まあ、自身としてはね、かなりこう、まあ、信用ないのかなと思ってますけどね、それがいっぺんにね、第6戦でね、非常にいいピッチングしましたよね。それでね、まあ、このベテランの最年少ということでね、この人が勝つっていうことの意味、チームで大きいんでしょうね。あれも大きいでしょうね。またよく踏ん張ってくれる。ノーアウトから。さあまたゲッツーになるか。セカンドが取って二塁、二塁だけ。さあ盛り立てます西重。飛球は良かったですね伊藤の。逆勝を達成しますとセパ含めてこれが90クリーン目になります。まあ26、7ですからね、まあ、100勝が一つの大きい目処じゃないですね。ダブルプレー